喧嘩を止めるためとはいえ、派手にかましちまったな。またジル教授のところに、マナリア教練の人たちが詰めかけちゃいますね。まあ、そういう大人の相手すんのも、教師の仕事なのかもしんねえが。騒ぎを起こしゃ、お前らだけの問題で終わんねえことを、よーく覚えとけよ。あのマナリア教練に目つけられることぐらい分かってるよ。でもよ、どうしようもねえ時だってあんだよ。まあ、いざとなりゃ素直に退学でもしてやるさ。はっ、バカ野郎。簡単に退学とか言うんじゃねえぞ。学校は、お前の大切な居場所なんだろ。にょっ。まあな。居場所ねえ。確かにそうだわな。こうしてマブと、走れなくなったりしてみろ。もう絶望しかねえべ。俺っちも、みんなと会えなくなるの嫌っす。だから、退学とか簡単に言うの、マジでダメっすよ。うっせえな。俺だって別に退学してるわけじゃねえんだよ。あ、つか、団長さんよ。あんたらのおかげで助かったぜ。けどよ、これは俺らの喧嘩だ。今度は手出さねえでくれよな。そりゃ、喧嘩を売られたのは俺らなんだからよ。部外者が加勢するとかありえねえだろ。 B さんもいますし、部外者じゃないです。いや、まあそうかもしんねえけどさ、手出してほしくねえんだわ。ピンとこねえのも無理はねえ。こいつらにはこいつらのルールってもんがある。とはいえ、もうこんな大喧嘩すんじゃねえぞ。俺らだって好きで喧嘩してるわけじゃねえ。ただ売られたから買ってるだけだっての。しっかりお勉強もしてよ。売られても買わねえ立派な大人になれや。そりゃ無理な話だな。悪かったな、心配かけちまってよ。 B さんが無事でよかったです。なあ翼、気になったことがあんだ。一つ聞かせろ。さっきの奴らの単車、あれはあんなスピードが出せるもんなのか。普通に考えりゃ無理だ。けどよ。あ？心当たりがあんだ。あの嫌な感覚にはよ。俺がまだ砂利だった頃の話だ。この島には、島々の輸送をなりわいにしてるタンネム気空便商会っつうのがあったよ。当時はとにかく儲かってたらしいんだ。この辺りで一番の商会だったんで、とにかく羽振りも良かったんだと。だからっつうか調子に乗って、もっと簡単に儲けようと思ったのか、そいつはわからねえ。とにかく、その紹介のボスが無茶なことを言い始めたんだってよ。船の積載量を増やせば、全体の輸送費用を抑えることができる。なーに簡単なことだ。動力に手を施せば、積み荷が増えようと問題なかろう。このボスの一言で動力部分に無謀な改造が施された。いわゆる魔改造ってやつさ。最初はうまく航行してたらしい。だが無理くりな改造してんだ。いつか必ずガタが来る。結果、改造気空艇は暴走し、
島の上空で爆発、そしてそのまま町に落下し、たくさんの怪我人を出した。中には死んだ奴も。それ以来、紹介の技術で改造された動力装置をデーモンリアクターって呼ぶようになった。そんな大事故を起こしたくせによ、タンデム機空便紹介のボスは全てを金で解決しようとした。なあ、いくら払えばいい？私が全空捜査局に捕まれば金だって手に入りゃしないんだぞ。示談と行こうじゃないか。それからその原型の嘆願書もいただきたいのだが。ああ、もちろんだとも。金なら払う。悪い話じゃないだろ。だが一人それを突っぱねたのが俺のばあちゃんだった。お金で解決しようなんて、息子と嫁の命をお金に換えるような、そんな真似できやしないよ。私はね、あんたが心の底から反省してくれることを願ってるよ。おばあさん、これまで同様この島の発展に貢献して贖罪しておくれ。申し訳ない。こうして紹介のボスはばあちゃんに詫び入れて、その他の被害者家族には多額の金をばらまいた。まあとにかく全空捜査局の手から吹けることに成功したってわけだ。翼、苦労してきたんだな。忘れもしねえよ、あの耳に張り付いたうぜえ駆動音に、くっせえ紫色の光。デスティニー・ノクターンの奴らが単車につけてたのはおそらく小型のデーモンリアクターだ。どういう理由でその技術が使われたのか知らねえけどよ、タンデム機空便紹介が絡んでることだけは間違いねえ。ちっ、やぶから棒だが、どうにもきなくせえことになってきやがったな。当てはある。この俺が悪縁に蹴りをつけてくるさ。ばあちゃんの思いを踏みにじるなんざ絶対に許さねえ。助けてくれよ。吐いた唾を飲むのか。やれやれ、クールじゃないな。死にゆく者の叫びは甘露の味か。翔さん、こいつらは。あんたがデスティニー・ノクターンのヘッドだって知らなかったんだ。な、助けてくれよ。ボンクラゲ。
で、スピードで負けたことに驚きを隠せないようでした。そりゃ滑稽だったろうな。奴がクソ野郎と揉めればそれもまた一興。ショータイムの始まりといこうか。てめえ、生きがってんじゃねえぞ、これ。おい、てめえ見かけねえ面だな。久しぶりに学校に来たもんだ。ほう、んで、あのド派手な単車で登校か。気に入らねえな。確かに、気に入らないね。なめてんのか、このタコスケが。やめてくれ、死んじまうよ。翼はどこにいる。やつの単車をまだ見てね。いつも通り遅刻してくるんだろうよ。サンクス、そしてグッナイト。話す相手を間違えてやしないかね。あれはケッタギアなどというちっぽけなものに施す技術ではない。多くの積み荷を乗せる気空艇のために開発したのだからね。じゃあさ、なんで賊の単車にデーモンリアクターが使われてんすか。逆に聞かせてもらえるかね。君はなぜそれがデーモンリアクターだと思ったんだい。耳に張り付くような独特の駆動音に動力部分から漏れ出す紫色の光、忘れようがねえっすわ。ふん、確かにそうかもしれないし、そうじゃないかもしれん。は？私自身が目にしたわけじゃない。君の話だけで断定はできんよ。それに君がイチャモンをつけに来たのかもしれんしな。さあ、話は終わりだ。帰ってくれたまえ。しらばっくれんの。マジやめましょうよ。大ごとになりゃすぐバレますよ。君もしつこい男だな。もう話は終わりだ。とっとと帰りたまえ。んじゃ、全空捜査局に相談でもしに行ってくっか。待ちたまえ。なんかよすか。そう、金だ。金で解決しようじゃないか。ああ、別にやましいことがあるわけじゃない。ただ君が全空捜査局に行けば悪い噂が広まるかもしれない。だから君を止めたんだ。何せ
昔のことがあるからね。で、金で俺の口を封じよう、そういうことっすか。金は嫌いか。そんな人間はいない。世の中金だからな。ああそうだ、君のおばあさんが受け取らなかった金も今渡そうじゃないかな。君にだって金を受け取る権利はある。いや、その説は申し訳ないことをしたね。俺の両親のことは事故だったとそう思うことにしてるんす。でもこれだけは聞かせてもらってもいいっすか。俺のばあちゃんとの約束覚えてますか。心から反省をして島の発展に貢献しながら贖罪してほしい。ばあちゃんはそう願ったんす。ああそうだったね。忘れてたんすか。いやそうは言ってないだろう。そんなことよりも金だ。金の話をしようね。ああなんだその目は。あんたってやつはマジで腐ってんな。ドタマに来たぜ。うわっ。よくも私を殴ったな。てめえは、てめえのせいでどんだけ多くの人が苦しんだのか全然理解してねえみてえだな。デーモンリアクターが爆発してみろ。また大量に犠牲者を出すかもしんねえんだぞ。おい何をしてる。早く早く来い。君は事の重大さを理解していないようだね。マナリア教連のトップである私を殴ったんだ。その足りない頭でよく考えたらどうだ。へん、上等だぜ。退学にでも何でもすりゃいいさ。退学？まさかその程度で済むと思っているのか。あ？この住み慣れた島から追い出されることとなったら君のおばあさんは悲しむだろうね。なんだてめえ、どこまで腐れきってんだよこら。ああデーモンリアクターのこと全空捜査局に言うんじゃないぞ。風評被害ってのは困るからな。てめえやっぱり。さあ出てってもらおうか。待て、まだ話は終わってねえぞ。わめくなクズが。話は終わった。くそー、俺の両親を殺しただけじゃ飽き足らねえのか。ばあちゃんの思いまで踏みにじりやがってよ。
なんだ？やけに静かじゃねえか。嫌な空気をビンビン感じるぜ。誰だ！隠れてねえで出てこい！気配だけで気づくとは、君は獣のようだね。何者だ？ Come back is king。 メッセージは受け取ったろ？ああ、ってことはおめえが噂の翔くんか。会いたかったぜ。その怪我、こっぴどくやられたようだね。いやはや、君の実力も大したことなかった。そう言わざるを得ないな。ああ、タンデム気空便紹介に乗り込んだんだろ？そうか、何も聞かされなかったのか、あのクソ親父に。じゃあおめえは？参っちゃうよな。そうだよ、俺はあのクソ親父の全く自慢できないガキだよ。お前の睨んだ通り、俺らのデーモンリアクターはクソ親父のとこから拝借したもんさ。あの忌まわしき技術は今も存在する。残念ながら約束は保護にされたのさ。なあ、腹立たが煮えくり返んだろ。つうわけで、奴は害虫みたいなもんだ。いっそ殺してくれればよかったのに。てめえからゲロってくれてすっきりしたぜ。親子揃って行かれてんのか？ピンポンピンポーン！正解！ってことは、デーモンリアクターがどれだけ危険なもんか、そいつを知ってて使ってんだな。だったらどうした？おめえも、立派なクズだ。ドブネズミが切り出したクソイカのどうしようもねえカスが！マジでよ、ドタマに来るぜ！てぇマジかよ。今翼くんに殴られそうになったんですけど。退学か。いざそん時になってみるとは、あんまし実感湧かねえな。つかよ、これから俺は何をしたらいいんだ。まったく想像できねえや。とても気持ちがいいよ。上手になったね。最近楽しそうにしてるけど、何かいいことでもあったのかい？別にいいことってわけでもねえけど、突っ張った線香と変なトカゲが学校にやってきてよ。トカゲ？トカゲが学院で何をするんだい？
魔法の勉強に決まってんだろ。でもよ、すっげえ真面目に授業を受けてんのに全然ダメなんだわ。それでもくじけねえで、何度も何度も練習しててよ、トカゲも男気あんだなって。そうだね、努力を続けられる人ってのは立派だよ。あんたも見習わなきゃいけないね。人じゃなくてトカゲだけどな。突っ張った先行の方はよ、なんつうか気だるい感じで、やる気があんのかないのか。でもいい先生なんだろ。いや、うん、まだよくわかんねえや。そうかい。ばあちゃんは好きだけどね、ああいう生徒思いの先生。え、実はね、その先生がこの前訪ねてきたんだよ。いろいろとあんたのこと頼んどいたからね。立派な魔法使いにしてやってくれって。ばあちゃん、この間は何とも思わなかったけどよ、俺は夢を持ってこの学校に入ったんじゃねえか。なのに俺ってやつ、でももう手遅れだ。ごめんよばあちゃん。翼くん、ちょっと来て。おいおい、ミラちゃんよ、廊下は走んじゃねえよ。やっとマナリア教練の連中が大集合か。散々待たせやがって。それもあるけど、まずはちょっとだけ作戦会議よ。作戦会議？教育とはコミュニケーションにより成り立つものだと思うのです。